私たちはドイツに来てます、じゃなくてまた名古屋でオクトーバーフェストをやってます。去年も行ったんだけど、去年は結構規模が小さくて、今年こそいろんなビールを飲んで美味しいドイツのソーセージを食べて、まあスイーツとかも食べたいと思います。このお店別にすごいドイツっぽくはないけど、プレッツェルが売ってるからプレッツェルは絶対に食べたいよ。一番食べたいのがプレッツェルだよ、絶対に。我らが大好きプレッツェル。そう、ここにめちゃめちゃいろんな種類のソーセージがある。ソーセージの種類半端じゃないじゃん。ジャーマンタコス、タコスはないよドイツに。メキシコジャーマンとメキシコのコラボレーションですか。おかしいよ。マスって言って1リットルビールが普通にね、販売されてる。高っ、3000以上するよ。一通り見て何を買うか決まりましたか。ソーセージを食べたいし、ビールとガードラ。やってきました、フラートブルスト買いたいと思います。フラート1です、1200円です。よく焼いていただけますか。わかりました、フラート焼き焼き。何をこだわりがあるんですか。日本人はちゃんと焼かないから、フラートブルスト。カリカリに焼いた方が美味しいの。そうだよ。今フラートブルスト来ましたけど、戻した。わがままな社長ですね。いやでもなんか本当にこうカリカリに焼いてあるのが日本のドイツの定番だよっていう。じゃあ後で見てみましょうか、カリカリが本当に美味しいかどうか。美味しいよ。来ました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ドイツ人、ドイツ人の割に特焼きではないけど、今横のお店でビール大量に種類いっぱいあるけど、まあタカがワイスピアが好きでしょ。白ビール1杯目いきましょうか。白ビールでいいんじゃない。めちゃめちゃ美味しそうね、本場ドイツって感じ、ね、ありがとうございます。白と黒のビール来ました、はい、早速これと食べに行きましょうか。ちょっと座りましょう。またに座る。ちなみにね、座れる席がないぐらい大反響ね。本当に席がない。どうしよう、どうしようね。ちょっとテントの下が席空いてないから裏に行きました。暑い。今日は7月の16、7、37度です。乾杯。この夏の中で一番美味しいかも。やっぱ真夏のビール最高。今日まだ何も食べてないからこれすぐに酔っ払っちゃうよ。くー、暑さと味が濃いね。あ、まあね、白ビール味濃いよ。飲んでみて、すっげーフルーティー。日本のビールより全然飲みやすいって感じ。うん、フルーティー、苦さがないからね。あ、そう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 。レナ社長がこだわったよく焼き。そう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 。ちなみにブラッドブルストってどういうソーセージ、うん、焼きソーセージ。どういうソーセージは、あ、焼くソーセージっていうのがブラッドブルスト。そうだよ。じゃあ焼きソーセージだね。そうだからよく焼きしてほしいよ。火を通したぐらいのレベルだと、まあ、カリカリになってるよ本当に。いや、もっとドイツ人だともっともう全部真っ黒黒になってる。それは苦いでしょ。なあ、美味しいよ。いただきます。うん、もう目をつぶってドイツにいるみたいな感じ。香りめちゃくちゃいい。レナが一口食べたら香りが広がってきた。最高。じゃあビールと一緒に、これだぞ。それはクーじゃないんだ。ドイツはクーがないから。そうか。ちょうだい。何、一個でいくの？カリカリではないね。ではないよ、全く。もっと焼いてもらわないと。味が濃くて美味しい。ノーリアクション。グーズ。グーズ。ああ、そういうことね。あ、うま。日本人だったらクーだけど、ドイツ人だったらグーズって感じ。あ、グーで。あ、でも日本のソーセージと特徴は全然違うね。そうだ、日本のさ、シャウエッセンパリパリじゃん。あ、うん、でもドイツのソーセージって、まあ、ドイツ行った時も思ったけど、パリパリのソーセージってあんまなくて、こう肉肉しい感じの、うんうん、確かにこれはちゃんと焼かないと美味しくないね。そうだよ。だから日本人はなんでほとんど焼かないかわかんない。それはシャウエッセンだからで。シャウエッセンはあんま焼かない、まあ、焼いた方が美味しいけど、あんまりよく焼きすぎるとパリってのがなくなっちゃうじゃん。水分が残った方がいいじゃん、ちょっと。だからその違いだよね。ちなみに黒ビール俺飲んでないまだ。これは何の黒ビール？これの黒ビールだと思うよ。これはちなみにノイシュバンシュタインで、だからクーネック・ルートヴィグはノイシュバンシュタインを作った王様だね。で、これはその黒ビール。あ、そこの黒ビール。おお、思ったより苦くないし、これはちょっと俺的には物足りないわ。あ、レナがちょうどいいかもしれないけど、そう、もっとドカンってきてほしいな。味、黒ビールといったらこうローストされたさ、こうスモーキーな感じが美味しいじゃん。のキャラメル的なのがいいよ。
もうじゃあキャラメルジュース飲んどいてビール飲まないでくださいそれにしても今日暑いね真夏でもその夏の中でみんなが来てくれるのがめっちゃ嬉しいよドイツフェスティバルにドイツの文化とかドイツの食べ物飲み物に日本人がめっちゃ興味があるのがめっちゃ嬉しいありがとうございますまあドイツビール飲めるタイミングもあんまないからねこういう時しかでもこれ1600円だよえあこれそんなすんのそんなすんの 500ml やばくない帰ろうかね去年からまたさらに高くなったと思うよ円安でこっちはこれも 500ml 一緒1600円いやドイツビール高いですね美味しいけどねでもそれでも飲んでくれるのが嬉しいみんなめっちゃ飲んでるよそう顔真っ赤な人いっぱいいるもんちなみに今7月16日あど真ん中夏うんだけどここはオクトーバーフェストっていうねおかしいよねおかしいよねいいけどオクトーバーフェストもドイツのオクトーバーフェストも9月からスタートするよあでもさすがに夏はやらないんだ夏はやらないよ9月にやって10月までやって、まあ、ちゃんとオクトーバーフェストみたいな、うん、だから日本人は気が早いんだねそうあとドイツのなんかセプテンバーとオクトーバーは9月と10月そ、うん、全く暑くないそう涼しいもんねそうでも日本人はなんかさ真夏にさビールを飲みたいっていうのがあるじゃんビアガーデンもそうじゃんだから、まあ、日本人に向けたらいいかもね真夏のビールねしかもまだお腹減ってるね、うん、これがいつの間にかなくなったけどこれを飲み切ってこの黒ビール美味しい食べ物を探しましょううんさあ日本人が出たうまいほまだプレッツェルも食べたいし、うん、他のドイツのおつまみも食べたいし、ね、まだ飲んでない種類のビールもあるしラードラ飲みたいラードラも飲んでないし、はい、行きましょうじゃあ今からこのグラス回収に行きますお金が返ってくるよちなみにこのグラスのデポジット1000円1杯1000円だから2000円分、うん、だから欲しければ持って帰れるということだからこれ 1杯1000円で買えるってことね、うん、はいありがとうございますこれでまた食べましょうちなみにこっちのお店4つまだしか見てないからあっち側にも4つあるからそれも見てみよう今年のオクトーバーフェスの規模は大きいねあとあっちもエリアがあるよもう1個のまた後で行ってみましょうか、うん、なんかあれだねカレーブワストを食べたいねカレーソーセージじゃあカレーブーストを探しに行くまさにドイツって感じじゃないカレーソーセージカレーブワストとあとはビールたたたカレーブワスト800円カレーブワスト買いましょうかあとプレッツェルも欲しいけどねプレッツェルも欲しいねあっちの店見てみるプレッツェルあるかもよここにもラドラがある変なビールもあるけどラドラもある出たラドラレーナ社長が一番大好きなじゃあラドラをパオラーナのラドラレモネードとビールのミックスしたラドラパオラーナはミュンヘンのビールだからもう本当に地元って感じじゃあここでカレーブーストとそうだねカレーソーセージとラドラで買ってちなみに皆さん知ってますかこのフラッグここのオクトーバーフェストのフラッグだよあれミュンヘンのさフラッグってこんな感じなかったあっちにあるバイエルン州の一番あの奥にあるやつだミュンヘンも青と白のチェック柄がミュンヘンのフラッグそうそうそうだからオクトーバーフェストだと大体青と白のフラッグがついてそれはもうミュンヘンのフラッグって思えばいいんだねそうあとあそこにもミュンヘンって書いてあるもん見て見えるあそこここあこれこれねそんな感じこれミュンヘンって書いてある、ね、Yes パウラーナーって書いてあるパウラーナーはミュンヘンの昔からあるブルエリーあそうなの1634年からやってるめっちゃ古いじゃんそうめっちゃ古いあじゃあパウラーナーのビール飲みたいねね来ました、はい、これいい感じでしょこの石でできてるビールのあれとレモンビールラードラこれは 何ビールこれはなんか強いビールオクトーバーフェストビール20番呼ばれましたはいはいはいすみませんありがとうございますうわうまそうまあでっかいねこれソーセージいい感じだね行きましょうビールを飲まないとこの暑さ耐えられない私はビールを好きになったかもしれないよこれパウラーナはいパウラーナのサルバトールというオクトーバーフェストビール強ビール強ビールは合ってないけど 7.9% ある強いねあと見てまだ何も飲んでないよあれ泡が3分の1入ってた悲しいまあすっごキャラメルでフルーティーでもう本当にいろんな味があるよもう日本のビールと比べられないよこれはすぐに酔っ払っちゃおう夏に飲むべきじゃないと思うパウラーナおあんまり夏に飲みたくないよねえなんかもうあからさまになんかアルコールが強いって感じだねうわビールでこの感覚は珍しいねアルコールが本当にアルコールの味がするね
おお。だからドイツの寒いオクトーバーには飲みたいけど、日本の暑い7月の真夏には飲みたくない。ダメだ、強すぎる。これレモンビールだからラードラ、これは夏のビール。レモネードとビールが1対1で入ってる夏のビールだね、うん、だからドイツ人は夏にビールを飲むときには大体これを飲むよ。カレーブワースト、このカレーブワーストのソーセージすごい美味しそうだよ。なんかソースがちょっと少ない感じはするけど、あのソーセージ自体大きさとかは結構いい感じになってるよ、ね、本当に大きいソーセージで、うん、まさにポテトの上にさカレーソースとケチャップが乗って、うん、だから本場に近い。ちなみにカレーソーセージはドイツの中でもベルリンで有名だよね、はい、ああそうだよ。だからドイツ全体で有名じゃわけなくて、いやでもどこにでもあるよ。ミュンヘンにもある？あるあるある。カレーブワースト、うん、本当に味近い。もっとカレーがかかってほしいけど。カレーソーセージとポメス。あ、そう、ポメス。うまっ。美味しいよね。うわ、これうまいわ。カレーパウダーうまっ。でももっと欲しくない？いや、これぐらいちょうどいい。え、カレーのソースとカレーパウダーの？なんかドイツは本当にもうドロドロで、もうカレーソースめっちゃかかってる。あ、私のレモンビール飲むな。甘い。これ夏に合うか、この甘さ。合うよ。甘合うよ。めちゃめちゃ甘い。それはレモネード半分入ってるからね。だからレモネード甘さがあってビールの感覚もあって、おこれは夏の飲み物だよ。やっぱりここで分かりました、日本の夏はスーパードライ。ドイツビール飲んでください。カレーブラスト、うん、カレーブラスト美味しい。さっき食べたブラソーセージより美味しい。あ、ね、めっちゃ美味しい。そのパリパリ感があるよね、うん、このソーセージ。これシャウエッセン感がちょっとある、うん、パリッとしてて。え、ってことはあれな、社長、パリッとしたソーセージのが好きってことですか？と焼いてあるブラートウェストの方が好きだよ。さっきのブラートウェストとこのカレーブーストを比べるとこれの方が美味しいって感じ。ね、これ美味しいね、うん、社長、はい、だいぶ酔っ払ってきました、うん、まただいぶ頭がクラクラしてきました、うん、これ酔っ払いか熱中症かわかんない。確かに飲みプリですね、社長。これがこの4つの中で一番美味しい甘いビール。でも目がクルクルしてきたよね。俺もだいぶなんかもうふわふわしてきたんだけど。ふわふわしてきた。そう、だいぶ酔っ払ってるわこれ。あと2杯ぐらい飲みましょうか。すごいね飲み終わったね。次行きましょうか。 7.9% のビール、めちゃくちゃ強い、ね、次行きましょう。すごいね、本当に人の量が本当すごいんだけど。これあれですよ、真夏の今37度8度ありますよ。それでこんだけ人が集まるって本当すごいと思う。グラスを返却すると、はい、ありがとうございます。1本あたり1000円返ってきます。イエス。次はあっちの向こうのエリアにもあるから行きましょう。オクトーバーフェスト規模がどんどんでかくなってる。そう、でかいよ。去年今これ半分だからね、まだ。レナ、そういえばプレッツェル食べてないわ。そうだね、あっちにあれば食べたい、なければなく。今こっちにいて、この後この橋渡って向こう側にもオクトーバーフェスやってるんで。歩け歩け。名古屋はすごいですよ。この規模でやってないんじゃない、東京でも。ねえ、ねえ、覚えてないけど、そんなにでかいオクトーバーフェスなかったよね。そう、すごいでしょ、あのテントの数。今こっちの青いテントのとこにいて、これから赤いテントの方に行きたいと思います。ステッカルフィッシュがありそう。今通った人がめっちゃでかい魚を持ってたよ。ステッカルフィッシュがあったら食べたいね。食べたいね。皆さん知ってますか、ステッカルフィッシュ。僕たちの動画を見てればわかると思いますけど、サバかな。塩焼き、あっち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 。すっごい美味しいね、お魚、うん、うわ、めっちゃいい匂いする。ステッカルフィッシュの匂いする。サバの丸ごとグリル、これこれね、めちゃくちゃ美味しい。食べよう。ドイツで食べるステッカルフィッシュと2000円。やめましょうか。大丈夫、食べましょう。いい匂いする、めちゃめちゃいい、ね、ステッカルフィッシュと合わせるのは白ビールですかね。あー、暑い。でも席が日陰の中で取れた。よかったね、テントの、このテントの下に席見つけました。よかった。じゃあ最後、プレッツェルとステッカルフィッシュ、なんかのビール。白ビール。白ビール、私はそんなに飲まないよ、白ビール。あげないよ。あ、じゃあ買ってくるよ。買ってあげる、社長が買ってあげる。ありがとうございます。席が起きたよ、タカちゃん。何？見て、塩がついてる。めっちゃ美味しそうめっちゃ美味しそうなプレッツェルだね。これ一番いいプレッツェルかもしれないよ。なかなか日本でないよ、この。そう、塩がついてるプレッツェルがほとんどないよ。塩のこの角塩っていうの？そうそう、でっかいの。でっかい塩がついてるプレッツェル。
ちょっとすぐに食べたいと思います。あったかいし、はい、これラゾブレッツェル美味しい。あはプレッツェルって本当にシンプルだけどめちゃくちゃ美味しいもんね。もう涙が出る、ね、ああプレッツェル最高ですよ。でもこれステッカルフィッシュと一緒に食べるために取っとかないと。はいはい、一回食べて。ドイツに近いでしょ。美味しい。パリッとして、うん、塩が中はもちもちで塩味が濃い、ね、はい、塩焼き、サバの塩焼き、ステッカルフィッシュ。うわうまそう、めっちゃ脂乗ってるよね。白ビールゲットしました。アイエンが、アイエンがなんでそれにしたの。いやなんかめちゃめちゃ美味しそうだったから。アイエンがはちなみにアイエングの町から来てて、私の出身からそんなに遠くない、だからバイガーみたいな感じだけど。飲んでいいですか。はい。マジで熱い、見えます汗。おまた5杯目だからもう分かんないんじゃないの。もう味は分かんないけどめちゃめちゃうまい。ただもう多分熱中症です。だしょうね、貸して。あーうまい。あ冷たいのがいいね。飲みたくはない。やっぱ白ビールが一番うまいわ。俺白ビールが一番好きだわ。あー気持ちいい。なんかちょっとねキャラメルの味もする。飲むのは一人で飲んでいいけど、涼しくするためには。ちなみにね、この白ビールとステッカルフィッシュとプレッツェルが抜群に合います。本当にあれだよ、これ本当にドイツ流レナの家で食べる家庭料理って感じ。そうだよ、食べましょう。このシュテッカルフィッシュも脂が乗って ね、サバのでかいサバだけどめちゃくちゃうまいよ。あ、それだよ、これと。そう、この組み合わせがね、抜群だよ。ドイツだよね。で、この白ビール、これがパーフェクトコンビネーション。ビールいらない、ビール飲んでいいよありがとうございます。プレッツェルは最高。止まりませんね、箸が。今日まあまあ食べましたよ。え、全く食べてないよ、ま、ソーセージとカレーブワストとステッカルフィッシュとプレッツェル。それぐらい食べないとお腹いっぱいにならないですよ。夏バテなしですか社長。なしだね。だから社員は夏バテですよ。じゃあいいよ、食べなくていい。すごいですね社長は。さすが社長ですね、体力がすごいですね。さすがドイツ料理だよ。これ何、全部食べれる。食べれると思うよ。めっちゃ香ばしくて美味しい。でしょ、サッカーがやばいことをやってる。見てこれステッカルフィッシュの塊。これ全部食べていいって誰も言ってないよ。骨がついてるからね。ちょっとついてた。5杯目終わった。もう暑さで耐えきれない。じゃあ食べ終わったし飲み終わったし、行きましょうか。満喫したし帰りましょう。はあ、顔でわかるかもしれないけど酔っ払ってきましたよ。だいぶ酔っ払ってきましたね、2人とも。5杯も飲みました。しかもこの炎天下の中でいろんな美味しいドイツビールを食べて、一番美味しい食べ物はプレッツェルとシュテッカルフィッシュ。はい、美味しかったね、マジで。美味しかった、本当にドイツ本番って感じ。ソーセージも美味しかったけどね。もう今からは帰ります。このオクトーバーフェストは2週間も続けます。毎年やります。だから今年でこの動画を見て来年こっちに来ようと思った人はぜひコメントをください。ではまた次の動画でも会いましょう。バイバーイ。